はい、こんにちは。高塚の中華料理シーファンの松本です。今日は国産の筋が手に入りましたので、柔らかく煮込んで、あんかけ、牛すじあんかけ焼きそばを作りたいと思います。この牛すじを、柔らかく炊くのに、めっちゃ簡単な裏技がありますので、裏技、ご覧ください。はい、牛すじを炊く時の秘密兵器がこれです。うどんだし、これには、カツオや、サバや昆布などの、旨味がギュッと詰まってますので、この市販のカツオのだしで、コトコト牛すじを炊いてやります。仕上げの焼きそばを作る時にこの、旨味の、海の旨味が今度中華のスープ、鶏と、豚のスープの旨味に加わって複雑で、そして美味しくなります。
もうね、噛まなくていい。舌の上で溶けます。うん、うまい。もつの味が麺に染み込んで大変美味しいです。もつを煮込むときに、湯がいた後に、うどんスープで、スーパーで売ってるうどんだしで炊くだけ。これでしっかり下味ができます。どうぞお試しください。